ちょうど今みんな学生一生懸命取り組んでるタイミングだった。マジですか。ちょうど一番いいと思います。ああ。日本の大学とあとはベルギーの大学が中心になって、まあ、国際的な、まあ、大体みんな建築や土木の学生さんなんですけど、まあ、あの川開き祭りであの発表することに向けて、まああのまあ、何かしら提案を街づくりとか、まあ、都市計画に対する提案を行っていこうっていうワークショップで。でもまあ、なるべく一般の人にもこう見てもらって考えてもらうきっかけになればいいかなっていう感じでやってますね。もうあの本当に石巻にとっていいものとは何なのかっていうのを考えて。Vincent, 24. But I would like to make some stuff for Japan's because I live in Sendai and was during the tsunami like Bie-san explained. And like all the foreign students come back in Europe, you see all the things on the TV show and you would like to make some stuff because we live in Japan and everybody that you see on the TV is people that we can know and have friends. So it's for that with Geoffrey, I had Geoffrey also for the last year workshops that we made. どっかの街を選んで、本当に1週間缶詰になって、ちょうどこれぐらいの人数の学生が3つの大学に入って、でまあ、教員も 3つの大学から入って、さらに地元の例えば市長さんとか議員さんなんかに入ってもらってやるみたいな結構多いんです。そうですか。そうするとそれがその後の計画にそのまま反映されるってよくあるんですよ。なのでそういうカルチャーがこう、ね、きっかけになればなと私は思ってますね。